慢性的な運転士不足のため、台東区循環バスめぐりんの一部ダイヤが変更になります。変更するコースは南めぐりんの平日ダイヤです。休日ダイヤは変更ありません。実施期間は10月16日月曜日からです。運行間隔が15分から20分に変更になりますのでご注意ください。詳しくは区公式ホームページをご覧ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは交通対策課 03-5246-1361 番までどうぞ。